ております。ハッシュタグふぐきとりをまとめて一応バズったあたりはなんでお願いかなよ。ファンじゃ本編スタート。はい、ファンのリュウアッツヤシュノバイスふぐきとりのギャンブル賞金です。ということで、はい、ギャンブル収支の動画で、はい、まあ、おのおののギャンブルの、まあ、収支が、まあ、結果が出たということで、はい、まあ、こっからはその収支を、まあ、プラスにしていくということと、なるほど、まあ、おのおので、まあ、勝負というか、はい、なるほど、うん、これを、まあ、総じて福来てるギャンブル賞金ですと、はい、呼んでおります、うん、このマン見てください。かなんと金をかければ福来てる、金をかければ福来てる、これなんとうちの山ちゃんが作る。ありがとうございます。かわいいでしょ、あれ返してもらえ。ぜひ概要欄からあのインスタありますんで、はい、いろいろやってますので、はい、クリスマスのデザインですね、はい、あなたもチェックしてみてください。そうです。これがあった時はまあ収支をかけて勝負するよっていう、うん、はい、うん、やっていくんじゃない。今回は協定です。まあ、おなじみの、うん、はい、住之江協定で、はい、1人投資額なんですけども、うん、1万円です。成長しました。まあまあ、あのヤングル動画減らしたからな。まあもちろんね、うん、この1万円は絶対今日使ってください、うん、はい、7レース8レース9レースの3レースで絶対1万円は使い切る。 OK、はい、じゃあ別にその3レースでも1レースだけで1万勝負とかでもいいし、いやそれはもう任せますおっていう戦いをやっていこうと思います。最初続きます。せーの、笑う角には福来たね。長いんよな時間が。かけます。あ、いいや、何も見えてへんよ、おつも、はい、ええー、のいいです。いいんよ214、はい、1000円。ちなみに僕はもう協定はボックスしか買いません。ボックスっていうのを取りに行きます。僕がジャンルをね、ボックスといえばクリスだろうというふうに言われるまで僕はもうボックスしかかけません。え、僕3連単担当です。僕3連単担当です。お前2連服だけな。弱1.2倍やろ全部。なんかやっぱいつにもなくガチ感が増してますね絵が。あとなんか噂によっては罰ゲームあるみたいな。ああまだちょっと曖昧なところもありますけど、決まってはないけど、まあ、まあ、つけたらええんじゃん。全然今もうさらっとなんか決めてくれてもいいな。はい、もうマジで東京とかタッチして帰ってこよう。本部帰り、本部帰り、チャリガチチャリチャリ、ボートだよ、ボートで逃げろ。え、そのみんな結構オッズ見たいんですか。いや、まあ見たいな。いつも見てるな。あ、見てから見たかったよ。ちょっと後ろの負け犬映してくれへん。クソッソ死ね、ファク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 。え、何も言ってないです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 。マジかだけ。はい、ということで僕が勝ったテーマこちらです。はじめに俺214って言ったやん、はい、これ一番人気あったやん、これ奇跡やん、すげえ。だからそれに、まあ、214、124で、123ケアケアしてる感じです。僕が選んだのは123のボックス。出た、宣言通り400円ずつ、はい、321とかが来れば、3がトップに来ればもう一気に万、3万、2万来るんで、ありがとうございます。多分この後あいつらめちゃくちゃ意味わからんこと喋ると思うんですけど全部カットで終わる。何言ってんか、もう勝ち、勝ち役やんか。うん、何言ってん、何言ってん、勝ち役やんか。勝ってくれればいいですよ。あげればいい。なんかそのなんかもう始まるんか。始まる。ちょ、みんなの解明知らんねんけど。おお、確かに。僕が当たります。すいません。ああ、僕もです。これ僕あの予想じゃなくてあの未来です。僕のだけ覚えてくれれば大丈夫です。皆さんはこっちのはもう「灘早々」とかなんか流しといてもらって。負けかっこやん。大丈夫だ。じゃあ123も勝ってるやん。勝ってます。勝ってます。チャラも俺も123来たら当たりの。123来たらまあ4分の3が。うん、これは34頭であと1234頭56来たら終わりです。一応、ゆうとさんも少しいいですね。いいやんな。ほら、いいねんね。じゃなく一番いいです。ほら、そんな6レース外しとったら言うな。10秒前です。
ビッグボスである一番玉。いやいいなぁ、ドキドキするなぁ。いいよ、3、4、3ちょっとへこんでるか。いいぞ、3がちょっとへこんでますね。3ちょっとへこんでんな。いや、4、1、2、4。まあまあまあ、勝ってる、勝ってます。1、2、3やー。平手押せ2号艇番手打ちを9号艇さ、そりゃあかんわ。いや、いったんちゃう。3差したな。いいね、3差したぞ。1、2、3。おい、やじましい。おい、やじましい。1、2、4でもいい。おらせ、840円。あ、まあ一撃8400円だ。まあ全然売れてこい、全然買ってこいよ。俺1000円勝ちぐらいや。よし、行きましょう。あ、ごめん、どいて。まずね、3000円投資の8000回収。次なりかも。次なりかも。次、うん、次なりかも。645。分かりました。7000。784。よっしゃ、絶対当たる。支払い清算ボタンを押してください。あんまり俺のやつやから。あ、でも警察や。なんか警察らしいわ、このやつ。あ、そうなの。初めて見た警察。ああ久しぶり、久しぶりだ、久しぶりだ、すごいの、久しぶりだ。あ、そうなの。銀行でめっちゃ下ろしてる。あ、なんか俺いつも中国の人と話してた。そうなの。飯食いやん。もらおうで。普通に嬉しいやん。まあ、とりあえず5400円ガチか。俺1000円ガチ。まあ、もう絶対勝てることはない。え、なんでなん。俺らがなくなるか、お前もお前もなくなるの確実やから、俺らがなくなることを祈るしかない。あ、俺ここ見てない。どこ見てんの。今日見てないから。あ、なるほどな。今日諦めてるから俺。もう捨ててるから今日は。あ、そうなの。うん、次からやから捨ててんやん。ごめんけど。そうなんや。全然ちゃう。なあ、お疲れ。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 ありがとう。今まで行こうか。次勝ってきました。はい、第8レース。安め。何本いったん。1500円で剣です。なるほど。このレースしてないんですよ。ナイスケン。いや、ですよね。僕は2000円投資です。で、ケン。で、ケンです。ここでケン。一旦ゴールでケンします。どうでした。僕4600円のケンです。ケン4600いった。まあ、もうケンです。これ3600です。ケンです。もちろんケンです。お前当ててないから。協定が大好きな人のためになんか秀逸なコメント言える人いないですか、今回のレースについて。ポイントやろ。はい、今回のレースは。あ、いいっすか。早くてうるさい。あなた違います。ちょっと離れてください。誰ですか。ここ感じにね。ダッシュの456のボケるで。ロバレ全然やってたよ。始まります。さあ、行こう行こう。さあ頼む。2
いや、こう来てくれ、こう来てくれ。いや、もういいよ。こう来てくれ。こう来てくれ。ほら。もう。もう来る。お前、3期だろ、お前。3期たら終わり。いや、これ、勝負と、お前やろ。残り次第かな。よし、これ次第でおもろいぞ。おい。一の国、だいぶあるんじゃん。おもろいぞ、一の国。マジで。一の国拾って。拾ってます。ちょっとマジでどうなっとん今。みんなカードしてロック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 、よし、いや、ロックやロックを1-2-6、1-2-6拾ってる。おお、1-6-2の方がいいやな。1-6-2の方が全然いい。絶対いいんです、絶対いいんです。もう他は死にですか。まあ1-2-3来たら、あ、なるほど、もう来て登る。1-2-5の方がいいよ。絶対5の方がいい。ちょ、マジでこう。大爆発。いや、これ。いや、いいよ。当たったけど、これ絶対マイナスや。絶対マイナス。マイナスの歩き回でした。もうじゃあ倍率目安で行こう、先行こう。ちょ、1-6-2は見た感じ70ぐらいはついてたかな。2万。あ、お前見んなよ。見んなよ。さっきおっちゃんが口からうんこ出してました。住みの家こんなんもできます。全然できます。ちょっと待ってくださいね。高額当選。よし。よし。ほら。分かってたよ。支払い精算ボタンを押してください。与えたけどマイナス。よし。2220円。よし。さあ、最終レースですけど、決まりましたか。あ、レジェンドの、レジェンドの回目。いや、あの、昨年度の最下位の回目です。ちょっと、すごい点数多くなってしまってるんですけど、まあ、あの、メインは、1-3、3-1、ボーレス3が結構、僕はもう、あの、やる気がすごい感じられて、あの、D1 の方なんですけど、で、若い24とか、ただ、いっとるぞっていう気持ちだけは、あの、技術とかは全然ないんですけど、はい、ただただいったるぞっていう気持ちだけを変えました。ちょっと耳貸してください。3へこみます。これだけ。あ、ちょっと、はい、耳貸して。2がへこむで。これだけとか。ああ、全然。お前も買い値発表してるよ、今暇やから。まあ、これなんですけど、全然簡単じゃないんけどね。軸は4。もう簡単に言えば4。4。もう4頭に来たら激アツ。激アツ。今日何本取れる？これ、こんかったらですか？まあ、よっぽどこんことないですけど、一応この時のこと言っとくと、うん、15,000負けです。なんで俺らより負けてんの？カメラマンがよ。僕はもうシンプル。1-2-3ゾロ目、1-2-4ゾロ目、ボックスです。1-2-3と1-2-4のボックス、500円ずつ、計6,000円。もう今日の勝ち金も全部いってます。おお。そこちょっと残しとこうとかなかったんですか。まあ別に、そんな3,000やろ言うても。まあそのなんか、あのレース、賞金レースではその1000円が大事だ。あ、まあまあ、はした金っすね、そんなの。多分だって来年の俺らって売れてるやん。はい。だから最後に年末にする金額、まあ、勝ち負けの額、はい、多分100万の桁はいってると思うから。いやね、そう、それがこの3000なんで。別に 100万桁、売れようか言うて3年経ってんだよ。まあまあ、お前はな。お前は一緒の YouTuber や。お前はそうやねん。ここでの差生まれへん。全然ちっちゃおまれ。すっちゃおまれ。でも一番当たってますから、あつやくん。そうなんよ。自信を持ってけ。あります、自信あります。持ち方キモいな。まあ、俺が今一番本気でやってんのが三連複1-2-6。複？三連複1-2-6。何本？2,000。それ三連単でよかったんじゃないですか。1-2-6。いや、6-1-2とか好き。あ、もう全部いったっすか。いや、全部いってないんすよ。はい、いいと思いますよ。1-2-3-4ボックス。おっと、どう？1-2-3-456消し。うん、もうちょっとわからんすぎて。さあ、じゃあ会場行きましょう。誰がどれだけ茶番やったかって伝わるんちゃうかって。いや、ほんと、まあ、福ビタリが本気出したらこれってのは分からんすけど、うん、
まあ、みんなマイナス。今な、3、4は頭で来てほしいな。後ろ見れないんで、3、4は頭来てほしいっすね。おら、おっす。3、4、2ってところ、もう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 、ノーです。バラバラすぎて、マジで当たんちゃう。これマジで当たるの。出た、忘れました。ちぎろうかな、これ誰かはな、マジでほんまにバラバラやろ。点数すごいし、これ誰かマジで当たる。忘れます、今日終わりました。ではハラハラする。ここが一番ほらな、生きてるって感じ。さあ、注意を頭でやっと、ギラキ3番手から後席上がってまいりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番、3番、3番、5番めっちゃへこんでない。4番、3番、3番、3番、いけるぞ。いやー、全然へこんでない。それでも、それでも、それでも、4、いいぞ、2、1、4、いいぞ、いいぞ、2、4、1の方がいいな。当たり前や。水筒めっちゃでかい爆発。影分身の術。いや、これ水筒どうなんやもん。何してんねん。こっち来い。いや、もう何で確定した。頼む、いいぞ、そのまま行ってくれて。さあ、行け。よっしゃー。さあ、行かんて。出ちゃいました、心の中友が。すごいっすね。ギネスさん、ボックス500円。今更じゃない。バックカード、またはチョラケン、全然、バックカード、全然いいです。またはこれ、これ、え、これ当たってんすか。これ213、3000掛けっす。よう、え、え、この投票券は的中していません。違う、違う、え？この投票権は的中。逃げた、逃げた、お前捕まえた、捕まえました、捕まえました。はい、はい、ボケます、ボケます、ボケます、捕まえました、ボケます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 。いや、ほんまに新しいボケつぶしや。じゃあ改めてちょっと最後、今日の収支を、今日の順位発表しましょうか。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。疲れやったね。いや、だいぶ激戦じゃなかったでしょうか。素晴らしい、良かったね。全員中央当ててるの。うんうん、当ててますね。じゃあ僕4位からいきます。はい、マイナス4000。なるほど、はい、6000円残っちゃいました。なるほど、3000。まあまあ全然。僕はマイナス2000。はい、ああ、いいよ、負けちゃいました。僕マイナス500円かな、多分。うん、しっかりしてな、その辺マジで。マジでごめん。あ、もうでも、もういい、最後だって、もう よしにしてよしにして。僕はプラス1万4000ですね。1万4060円。でかいな。ちっちゃいのに言うと。はいはい。ありがとうございます。大幅リード。ちょっとまずはリードさせていただきました。誰や、リクとの差なんぼや。1万8000差だ。これはもう、俺はもう罰ゲームなしか。はい、じゃあ賞金レース、はい、終わったんですけど、はい、今からはサブチャンネルにいて、はい、あの前言ってたユートに全突破企画、はい、ちょっと取ろう。嫌やな、ちょっと嫌やな。唯一当ててないよ。今日何本負けやった。以上です。早すぎて言うてんの。いや、取っときました。
お前そんなんばっかり。いやブレ、ほんまに。じゃ勝つから勝つから。いや何回聞いたのこれもう。ほんまに。やります。マジ分かしてください。もうはい皆さんじゃあ。なんぼ。皆さんじゃあもう3000ずつ。ちょっと3000ずつ。お前ふざけんなよ。ちょっとそれはこっちお金減ってんねんぞ。あもういや1000円ずつで十分やろお前。あ3000。じゃあ、サブチャンやろ聞こ聞くせやな、作戦なんぼにしてくれろそこや俺らが3000円出してなんぼ返ってくるの1万2000円なはい、1人1万5000円じゃあ俺ら1万2000円プラスってことはい1人ずつはいやろうなんで信じれろおいじゃあまあそちらはサブチャンの方今日多分投稿されてると思いますので見てくださいお願いしますで、これからはまあギャンブルはちょいちょいやっていきますのではいチャンネル登録してお待ちしてお願いしますそれではまた明日のお会いしましょうバイバーイ何やねんどってお前なんかどんどん言わせやってやちょっと待ってもうどうすんねんもうそんな仲悪なってしゃあないからゆっくり解決していこうそうしようかでチャナのドゥンはあれなんぼや俺はもう300ぐらいいやな、300円か350円。まあそうやな。俺らと一緒ってことは、まあその、リクのは少なかったやん。うん。ま、でも待て、190円のドゥンじゃなかったよ。うん。190円か300円のドゥン、どっちかって言ったらどっちやん。うわー。300やろうがボケいや、俺は200未満やわ。そうなってくるな。怒りすぎやだってお前のって、200円から300円の間のドゥンやもん。だから、あ、じゃあ300円なんてなるやん。うん。なるほどな。いや、でも俺らが300円やん。で、俺らそれで言ったら俺らのドゥン400円なってまうやん。ならへんよ。だって俺らが一番でかいんやぞ。いや、ほんまに。でかいやつをボーダーに合わせやる意味ないだろ待って、お前分かった。お前ほら、この、編集するときに言葉の波できるやろ。あ、できる。その時のドゥンの写真貼るぞ、お前。貼れよ。そう、ドゥンの写真貼って、お前、俺とチャラが一緒やったらどないすんねん。いや、それは分かる。お前、その時電話したんかもう時間ないってマジで今日時間ない